こんにちは。スタイリストの大山修です。今回の動画では、大人の夏の無地 T シャツコーデ、徹底解説というテーマで、皆さんに動画をお届けしたいなと思ってます。まあ、夏場の主役といえば、なんと言っても T シャツ、これ間違いないなと思うんですよね。まあ、皆さんもですね、さすがに夏、暑い時には、 半袖シャツとか、あとは長袖のシャツ。まあ、かっこよくていいんだけども、どうしても暑くて着れないという方、少なくないかなと思うんですね。まあ、僕自身もそうで、本当にね、35度超えたら、T シャツ以外の選択肢はないんじゃないのかなと思ってるんですね。まあ、そんな時に活躍してくれるのが、無地の T シャツだと思うんですね。まあ、T シャツにもいろんなバリエーションがありますが、 プリント T シャツ、今僕も着てますが、まあこういったものもいいんですが、やはり大人の男性がある程度ベーシックに綺麗めに T シャツを着るとしたら、やはりですね、無地 T シャツは欠かせない存在なのかなと思うんですね。やっぱり T シャツの中でもやや綺麗めの部類に入るので、まあ大人の男性には相性がいいわけなんですが、ただですね、地味に見えたりだとか、シンプルになりすぎてしまうというですね、一つのデメリットもあったりするので、意外とコーディネートが難しくもあるのが、 無地 T シャツの存在なんですね。そこで今回の動画では無地 T シャツを使って具体的なコーディネートをですね、皆さんにお見せしながらどのように使えばいいのか徹底的に解説をしたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日もですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい。ということで、ここからはですね、具体的に無地 T シャツのコーディネート、皆さんにどんどんお見せしていきたいなと思ってるんですが、 まず一つ目はですね、最もベーシックで使いやすい白の無地 T シャツを合わせてみました。白無地 T シャツってやっぱり人気が高くていろんな方が着るかなと思うんですが、意外や意外にですね、難しいと思うんですね。というのも失敗するとですね、地味すぎてしまったりだとか、あとは部屋着っぽく見えたり、インナーっぽく見えたりするんですよね。なので、ある程度コーディネートにですね、工夫が必要なんですが、今回僕が着てるのはですね、最近ですね、購入したグリーンレベルの ポケット T シャツなんですね。まあ、今季ですね、いろんな白 T 買いましたが、その中でもポケ T は初めてなんですね。まあ、ポケットが付くことで無地の T シャツなんですが、少しデザイン的なアクセントが出るので、下着感、インナー感みたいなものはだいぶ薄らうかなと思うので、そういった点も含めてすごく使い勝手がいいかなと思います。あと白 T を選ぶときのポイントなんですが、サイズ選び。これがめちゃくちゃ重要です。タイトだとかジャストサイズだと、やはりですね、ヘアギ感が強まってしまうので、 で少しサイズ感としてはゆとりを持たせた方が1枚で来た時に様になりやすいかなと思っています今僕が着ているものはですねサイズは M、ワンサイズあえて上げてるんですね で、ゆとりも少し出しながら、あとは袖丈なんかも長めになってますし、まあ、これぐらいにした方が、やはり1枚できた時にはトレンド感が出るので、そんなにこう退屈な感じがしないんですね。無地 T シャツで少しサイズ感はゆったりめ。そしてポケットがついてると、なお良いという感じですかね。あとは表面の質感なんかも少し光沢感があったりだとか、上品な雰囲気だとすごく使い勝手がいいかなと思うので、この T シャツなんかを合わせてもらうのはすごくバランスがいいんじゃないのかなと思います。で、ボトムスなんですが、 これに対してブラックのパンツとかも悪くはないんですがかなりシンプルになってしまうので今回は王道のですねデニム系のアイテムを選んでみました白 T とブルーデニムってもう王道中の王道で僕ら世代からすると吉田栄作スタイルなんですがもう本当にシンプルなブルーデニムだとどうしてもですねこれまた合わせるのが難しかったりするので今回はですねセンタープレスが効いてるようなデニムスラックス調のアイテムをですね履いてみましたこ、まあ、ここ数年はですねこういった綺麗なリジッ のですね色落ちがあんまりしてないようなデニムというのも旬になってきているのでこのようなデニムスラックスみたいなものも時々見かける機会が増えてきたんですね今僕が履いているのはもう去年になるんですけどもファブリック東京でオーダーしたものなんですがこれねやっぱり使い勝手が良くてめちゃくちゃですねこれは愛用しているんですねデニム系のスラックスは1本あるとすごく便利だと思うのでぜひ、まあ、皆さんもチェックをしていただきたいなと思いますこのような形で白 T とインディゴブルーというところではまあ、すごく 相性が良いのでまあ、現代的な感じで色は濃くしたいだとかスラック調にしてみるだとかそういったアプローチをしてもらえれば大人の男性にもこのようなスタイル似合いやすいかなと思います、まあ、ちなみに T シャツはですね、ポケットが付いているのでここにですね、サングラスを突っ込んでおくというのが僕流のスタイルなのでまあ、このような形でアクセントにしてあげたいだとかあとはこのようなシンプルなスタイルにはサングラスもちろん相性が良いのでまあ、このような形で外出時はサングラスをかけてもらうのもいいんじゃないのかなと思います で、足元はですね、まあ、何の靴でも合うっちゃうんだけど、白レザースニーカーだと、やっぱりシンプルすぎてしまうので、ちょっとアクセントが欲しいなということで、今回は、レザーのグルカサンダルを合わせています。これはビューティーユースで先日購入したものなんですが、かなりね、歩き心地がいいんですよね。以前、こう、グルカサンダルっていうと、ちょっとなんか、履き心地あんま良くないよねっていうイメージがあったんですね。今から、そうですね、5、6年前ぐらいのイメージだとそんな感じだったんですが、最近ですね、トレンドアイテムになってきて、様々 様々なショップで作るようになったんですね。その結果、履き心地のいいものも増えて、これはねめちゃくちゃ。 肌触りもいいし、ソールも含めて歩き心地がいいので、なんかかなりデイリーアイテムとして使い勝手が良くなってきたかなという印象なんですね。まあ、このような形で、デニムスラックスというややカジュアルめなアイテムに対して、足元はレザーのサンダルというところで少し引き締めてあげるのもバランスがいいかなと思うので、このような着こなし、そのまま実現しやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、トライをしていただければなと思っています。 はい、続いてのコーディネートなんですが、この夏僕自身もですね、かなりこのパターンは多く使っているんですが、まあ考え方で言うとですね、すごくシンプルなんですけども、無地 T シャツの選び方の中で地味にならないように少し綺麗な色のものを持ってくる。これは動画の中でも何度かお伝えしていますが、これはもう鉄板の大人に似合うですね、着こなし方かなと思います。僕が今着ているのはダークグリーンの無地 T シャツなんですが、まあ、このような色 色がですねちょっと綺麗なものだけども大人の男性に似合いやすいようなカラーというのはですね1枚は持っておいていいのかなと思います僕が今着ているのはダークグリーンあとはオリーブ系もすごくバランスがいいと思いますしあとはですねこういったライトブルーみたいなアプローチもすごく清涼感があって爽やかなので、まあ、この2択ですかね結構合わせがしやすいのでこのあたりをですねセレクトショップのオリジナルだとかあとはユニクロへのエアリズムコットンでもいいかなと思いますダークグリーン系のものがありますので そちらを使ってみるのもいいかなと思うんですが、ちょっと T シャツ単体で着るときには、綺麗さを出すっていうのもですね、すごく使い勝手がいいので、ぜひトライをしていただきたいなと思います。で、サイジングはですね、これ、少しゆとりがあるんですけども、あまり大きすぎないというところがポイントになってくるかなと思います。まあ、ここら辺は年代によって正解は変わってくるんですね。30代前半、10番ぐらいの方であれば、もう少しゆとりを持たせてもいいと思います。僕が今着てるのは、グリーンレベルの今季のですね、コラボレーションをしている T シャツなんですが、まあサイ S は S を選んでいます。164cm、53kg なので、まあ普段、 ジャストサイズは S なんですけども、こちらは S を着て少しゆったりぐらいなんですが、もうちょっとトレンド感出したい方は、ワンサイズアップしてもいいと思います。一方で、40代以降の方であれば、あんまりこうゆったりしすぎてしまうのも、浮いてしまうんですよね。周囲とのバランスってすごく重要だと思うので、40代以降の世代っていうのは、やはりタイトシルエットにまだまだ見慣れてるので、まあ、ちょっと緩くするぐらいでいいと思うので、これぐらいのサイズ感でいいと思います。一方で、ライトブルーの T シャツに関しては、今着てるグリーンレベルの T シャツよりは少しゆったりめなんですね。ですので こっちのサイジングが30代サイジングで、こちらが40代以降の方のサイジング。もしくはベーシックが好みの方には、こっちぐらいのサイズの方がバランスがいいのかなと思います。 そして、このような綺麗な色のトップスを持ってきた時には、まあ、ボトムスはシンプルに、ブラックだとか、ネイビーだとか、そういったもので引き締めるというのがもう鉄板ですね。あまりコーディネートの中にポイントをたくさん持ってこないということ。これは重要で、差し色となるような T シャツを持ってきたら、あとはもうシンプルにブラックのパンツ、ネイビーのパンツで引き締めてしまうのがバランスがいいかなと思います。今履いてるのはユニクロの今季僕が一番気に入ってよく履いているタックテーパードパンツですね。 ね、少しシルエット的にはゆったりなんですが、ただですね、そこまでなんか太すぎる感じではないので、個人的にはね、これぐらいのシルエットで合わせるのがすごく気に入っています。で、足元はですね、何でも合うんですよ。正直、本当にこう、白のジャーマントレーナーとか、レザースニーカーでもいいし、ニューバランスのスニーカーでも合いますし、今はですね、このグルカサンダルを履いていますが、本当に何を選んでも全く問題はありません。着こなしの中のコンセプトとして、今日はトレンド感出したいなっていうのであれば、 グルカサンダルがいいと思いますし、もうベーシックにまとめたいなという時には白レザースニーカーがいいと思いますし、あとはトレンド感プラス履き心地の良さというところだったらニューバランスを履けばいいと思いますし、そのような形で足元というのは今日のスタイリングのですね、コンセプト次第で変えてあげると結構ガラリと印象が変わるかなと思うので、今回の着こなしとしてはちょっと綺麗めにお出かけにも対応できるようなスタイルとしてグルカサンダルを合わせています。まあ、こんな感じのですね、綺麗な T シャツコーデってめちゃくちゃ使い勝手 はい、続いてのコーディネートなんですが、僕としては結構珍しいからと思うんですね。今度はブラックの無地 T シャツを着てみたわけなんですが、 このような T シャツって結構使い勝手が良くて白地と同様にものすごくベーシックな色なんですが黒という色が持つシャープさというところを存分に使えるので大人の男性にもですねすごく似合いやすいかなと思いますただ光を吸収するのでちょっと白に比べると熱いというデメリットはあるんですが、まあ、黒の持つシャープさのおかげで着痩せ効果もあるのでちょっとお腹がポッコリしているような男性なんかには特に使い勝手はいいんじゃないのかなと思っています僕が今着ているのは 定番、ユニクロ U のエアリズムコットンですね。この T シャツを着てるわけなんですが、サイズはあえてですね、ワンサイズ上げて、M サイズを選んでいます。このような形で少しゆとりを出してあげて、白 T シャツ同様にトレンド感を出してあげた方が、このような T シャツはハマりがいいかなと思います。白 T シャツ単体よりは、地味すぎる印象はないんですが、やはり腕元に時計だとか、バングルなんかをちょっとつけてあげた方が、僕は漏れるので、バランスがいいのかなと思っています。で、ボトムスなんですが、今回はですね、 グレー系のシアサッカーのパンツですね。これはグリーンレベルさんと協業で作ったアイテムなんですが、こちらを合わせてみました。 ブラックの T シャツに対してグレーのパンツということでモノトーンでコーディネートしてるわけなんですが結構濃い色の合わせなんですけどもバランスはいいんじゃないのかなと思っています T シャツを持つカジュアルさをモノトーンにコーディネートすることである程度バランスを取ることができるのでぜひ皆さんもですねグレー系のパンツと合わせていただければなと思っていますまた先ほどご紹介したこのようなデニム系のスラックスとかインディゴブルーのデニムなんかはですね結構このようなブラックの T シャツとも相性がいいのでぜひ皆さん こういったモードで合わせてみるのもバランスがいいかなと思うので、トライをしていただければなと思います。で、足元なんですが、まあ、これも何でも合っちゃうんですね。白系のレザースニーカーでも合うし、グルガサンダルでも合いますが、今回はビルケンストックのサンダルですね。ブラックのスウェードのものを合わせています。少しリラックス感のあるようなスタイルで合わせていますが、こちらもブラックなので、まあ、全部モノトーンでコーディネートしているんですが、意外とシャープで大人の男性にも似合いやすいスタイルかなと思うので、ぜひこちらもトライをしていただければなと思っています。 はい、続いてラストのコーディネートなんですが、今度はですね、大胆に半袖の T シャツ短パンというコーディネートを組んでみました。こちらはですね、今季のシップスエニーで購入したキャンプポケットというですね、このような サイドにポケットのついた T シャツなんですが、これがですね、めちゃくちゃ気に入ってまして、結構オフで使うことが多いんですね。まあ、どういった場面で使うのかというと、まさにこのコーディネートそのままでアウトドアを楽しむ一日だとか、子供と外で目一杯遊ぶ時なんかはですね、このような半袖で短パンがめちゃくちゃ快適で使い勝手がいいんですね。ただこのスタイルってすごくカジュアルになりすぎてしまって、子供っぽく見えたりだとか、あとは退屈に感じられることも少なくないので、ある程度 バランスを整える必要があるかなと思うんですがまず T シャツはあえてサイズングは少しゆったりめにした方が短パンの持つこう退屈さというところですねある程度バランスを取ることができるのかなと思います今回ご紹介した中では一番袖も長いんですね5分丈ぐらいありまして身幅もゆとりがありますあとはポケットが付くことで1枚で着ても ちゃんと着映えするのがこの T シャツの良いところかなと思います。半袖短パンであってもあまり退屈に見えすぎないのがいいかなと思うんですね。そして大切になってくるのは小物類なんですね。これをちゃんと盛ることで退屈さを紛らわせることが大事なんですが、まずはこのような帽子ですね。僕はもう夏場はですね、日差しが強いのでキャップを被ることが多いんですが、今回はですね、もう無地のブラックを選んでみました。 こちら、今期のユニクロのもので、めちゃくちゃ形も良くて素材感も良いので、これはね、コストパフォーマンスが最強に高いかなと思います。キャップがまだ苦手という方も、ユニクロ価格であればトライしやすいかなと思うので、ぜひ試していただきたいなと思いますね。 そしてこのようなカラーレンズの入ったサングラスですね。これも僕の動画の中ではよくかけているので、皆さんも見慣れてるかなとは思うんですが、このような2つがあることで、日差しの強さというところも避けることができるので、まあ、僕の夏のですね、アウトドアシーンではマストアイテムになってるんですね。あとは腕元はちゃんと時計とバングルで持ってあげて、 重要になってくるのは足元ですね。ここも重要で、ここで白レザースニーカーとかでも合わなくはないんですが、どうしても退屈さを感じてしまうので、今僕が履いてるようなサンダル風のスニーカーとかは、すごく使い勝手がいいかなと思います。今季はですね、他オネオネの オパラというモデルを購入したんですが、これがもうね、最近は一番よく履いていますね。素足で履いてもいいし、白ソックスで合わせてもいいし、あとはブラックのソックスなんかでも相性がいいので、かなりですね、カジュアルな雰囲気で使えるかなと思います。 ま、トレンド感のあるようなアイテムなので、まあ、こういったものを着こなしの中に交えるだけで、一気に旬な着こなしになるので、まあ、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思います。他にはですね、例えば、ウーフォスのサンダルとかもいいですね。このような、もう本当にカジュアルなものでも全然相性がいいかなと思うので、ぜひですね、足元はトレンド感のあるもので持ってあげるとバランスがいいかなと思うので、無地の T シャツでも半袖短パンで汗るときには少し他のアイテムで持ってあげながら、なおかつですね、色合いは絞った方が いいと思います。カジュアルになりすぎないように T シャツはダークグレーを合わせてますし、ボトムスはブラックということで、ほぼモノトーンだけで合わせてるので、そこまではっちゃけた感じが出ないので、ぜひ皆さん色もですね、なるべく大人っぽい感じで、白 T とかでもいいかなと思うんですが、まあモノトーンとかでまとめてもらうと結構バランスがいいかなと思うので、ぜひ皆さんトライしていただければなと思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、大人の無地 T シャツコーデということで、まあ、具体的にいくつかのコーディネートを皆さんにご紹介させていただきました。まあ、正直ですね、これぐらいのコーディネート数を頭の片隅に置いておけば、まあ、十分夏は乗り切れるんじゃないのかなと思っています。無地 T シャツにも、本当に様々なバリエーションがあって、 色だとか、シルエットだとか、あとはデザインですね。本当に何にもない白 T なのか、ポケット付きの白 T なのかでも、また雰囲気は変わるかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、今回の動画を参考にしながらですね、皆さんにとってしっくりくるコーディネートを再現したいだとか、カスタマイズしながら、夏の着こなしを存分に楽しんでいただければなと思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説したいなと思ってるんですが、もう少し中級者向けのコーディネートとかアイテムについて 知りたいんだよなという方はですね僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルで細かく解説をしてますのでよかったら概要欄からチェックをしていただければなと思っています2週に中のペースでですね生配信もやっていまして皆さんと一緒にワイワイと楽しんでいますので、まあ、そちらの方もぜひチェックをしていただければなと思っていますまたなかなかゆっくりと動画を見る時間がないんだよなという方のためにですねオンラインサロンを開催していますそちらの方ではですねだいたい1分ぐらいで読めるような記事をですね1日に5回 ぐらい投稿してるんですが、おすすめのアイテムですとかコーディネートの解説なんかもしっかり行っていますので、気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。